あ入ったね、はい、今のはなかったことにしろよ来た、まだね、もうちょっとです、ね、もうちょっとな、待っとるわ、はい、ちょっと待っとってくださいね、こっち側から入れるところちょっと待ってくださいね、はい、はい、皆さんご協力ありがとうございますえ、じゃあ改めておはようございます。おはようございます。今日ね、この前お米作り頑張ってやったよね。うん、そしたら今日はみんなと食べ物のお話を林さん今から3つするから、あのみんなで聞いてほしいんですね。じゃあさ、京橋さんこんな格好してるけど、これ何？お餅。お餅？お餅だけどなんていうの？正月のお餅。その正月のお餅なんていうの？シーン。まずいぞ。これ、これ、ほら、これお正月に飾ったらこれ。みかん乗ってるやつ。鏡餅。鏡餅偉い。セーフ。鏡餅。ね、じゃあ林さんの後ろに何て書いてあるこれ？はーい。社長、そう、林さんね、野々市でお米とお餅を作る会社の社長さんをやってます。知ってました？知ってんの？知らない。ね、で、ね、知ってる。ね、そしたら今日はみんなにその食べ物の話を3つしますから、林さん質問とかなぞなぞするけど答えてくれますか？はーい。よし。今から出すお野菜を空中に育つお野菜と地面の中に育つお野菜で分けてください。そしたらね、空中に育つっていう野菜は指上で、地面の中は指下で刺してください。だから行くよ。まずね、ナスビ、どっち、え、下がいる。上。白山市ではこれがなってんの、こうやって。大丈夫？上？上だね。上、あ、よかった。危ない、なんかちょっと危ないぞ今日は。なんか危険な香りがしてきた。はい、人参さん、下、下だな。ああ、よかった、こっち下ね。えちょっとドキドキしてきたぞ。じゃあ見えてるもんからいこうか。大根、下、はい、これ時々ぶら下がってるの、あれを漬物にするためにはね。はい、こっち下で、次トマト、下、下になってるの？大丈夫か？白山市は上か？上になってるね。あ、よかった。はい。キュウリ、下？おい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 。上？上でいいか？上でいいね。はい。なんだ、多数決になってたの？あとね、あ、これだ。見えてた。ごぼうさん。ごぼう、下。はい。もう土がついてるもんね。土がついてるもん、地面の中です。はい、これ最後。ピーマン。よかった。みんな上でよかった。はい。分けました。ね。そしたら、この空中の野菜っていつ頃取れるか知ってる？夏。夏。そう。夏暑い時に取れるんだよね。で、この大根さんとかごぼうさんとか地面の中の野菜っていつ頃か知ってる？冬。冬、よく知ってるね。そう。でさ、この地面の中の、冬取れる地面の中の野菜って食べると体を温めてくれるって知ってた？知ってた？知らない人もいるよね。体温めてくれるんだよ。で、次、空中のお野菜。夏の暑い時に取れる空中の野菜食べると体を冷やしてくれます。冷やす。ね、冷たくなるね。ね、暑い時食べると体を冷やしてくれます。
ね、そしたら、ね、今から夏のお野菜を使ったおかずをみんな答えてみてください。お家で食べる夏のお野菜使ったおかず、ん、手挙げていいよ。はいはい、どうぞ。サラダ、はい、ふい、サラダ、サラダしか食べてないの？いっぱいあるぞ、トマトとか。え、はい、漬物、はいはい、トマトを切って食べるサラダ、トマトサラダかな、はい、ナスビの漬物、お、漬物しか食べてないのかな、この子たちは。お母さんがだんだん温めてるよ。はい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 、何、いえ、出た、ピーマンの肉詰め、ようやくハイカラナが出てきたぞ。はいはい、野菜炒め、いいね、君いいこと言う、野菜炒めいいよ。あ、じゃあそっちの子どうぞ。味噌、まあ味噌を何かつけるんだよな。ああ、分かるか、はいはい、お味噌汁、いいね、出た出た出た、はい、ナスの天ぷら大好き、あやさんもね、はいはい、たくさんおいしいおかずが出ましたね。はい、次、ジメ、これから寒くなるよね、大根さんとかごぼうさん、人参さんを使ったおかずを答えてください。あ、出てきた、はい、味噌汁、いいね、はい、人参ご飯、人参ご飯、渋いの食べてるね、人参ご飯、はい、おでん、おでん、素晴らしい、どうぞ。人参スープ、人参スープ、すごいね、なんかミキサーでギューってやるのかな、はい、ん、シチュー、だんだんハイカラになってきたぞ、はい、シチュー、シチュー、はい、え、シチューが多いな、ほか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 、もっと定番のがあるやろ、はいはいはい、肉じゃが、渋いね、はい、どうぞ。漬物もいいよね。はいはいはい、君。大根汁？大根汁。はい、ほら、いっぱい出ました。で、ありがとうね。おいしいもん食べてるね。ね、そしたらさ、お母さんがさ、間違えて、夏の暑い時に、毎日毎日熱々のおでんを出してくれました。どうなると思う？暑いで済むか？熱中症になるよね。ねえ、暑い時に地面の中の野菜ばっかり食べてたら、美味しいからって食べてたら暑くて熱中症になっちゃうよね。じゃあさ、これから寒くなるよね。またお母さんが間違えて、毎日毎日ヒヤヒヤのサラダを、毎日毎日サラダだけやぞ。な、食べたらどうなると思う？風邪ひく。ねえ。お熱出るよね。ね。そしたらさ、みんなに聞くよ。ピーマン嫌いな子。おお、いる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 。あ、いる。あ、出して。はい、次。トマト嫌いな子。おお、いる。あ、少ないな。さすが白山市は少ない。はい。はいはい。で、だから、みんな、これから、寒くなるから、お家で、ね、地面の中のお野菜をたくさん食べてください。ね。それで、冬が過ぎてまた暑くなったら、ね、ピーマンとトマト嫌いだと言わずに、ね、空中の野菜をたくさん食べて、体を冷やして、熱中症とかにならないように頑張ってください。わかった？ね。はい、よかったよかった。さて、二つ目のお話。ここで、あるものを出します。あるもの。はい。これを今みんなに配るから、触ったり匂い嗅いでもいいけど、食べちゃダメよ。ね。なんだろうな、なんだと思う？
はい。これは何でしょうか。はい、分かったって言っとったら、はい、どうぞ。猫と犬の餌。ブー。え？はい。え？ウサギの餌。ウサギの餌。ウサギより大きい。餌を割ってる。はい。え？何？はい。ペットフード。ペットフード。ペットフードなんだけどペットじゃない。はいはい。え？キリンより小さい。来た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 。はい。どうぞ。わからない。はい。ライオンよりでかい。ライオンよりでかい。きっとでかい。はい。え？ペットフード。ペットフードじゃない。いったよ。はいはい。え？ドッグじゃない。ドッグよりでかい。はい。カモシカより同じぐらいかな。カモシカと同じぐらいかな。はいはい。どうも。ライオンはさっき出たぞ。ライオンよりでかいぞ。はい。犬、ドッグじゃないよ。ドッグじゃない。はい。鹿、同じぐらいの大きさだ。はい。え？トラよりでかいと思う。はい。もっとでかい。はい。ゾウより小さい。ゾウより小さいよ。はい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 。泳がない。泳がない。はい。飛ばない。飛ばない。泳がない。飛ばない。はい。そんな足速くない。そんな足速くない。ほらだんだん分かってきたろ。はい。怠け者より速く動く。はい。熊よりでかいよ。はい。え？ゴリラ。4本足で歩いてます。はい。イノシシの餌。イノシシよりでかい。はい。サイの餌。サイより小さい。はい、はい、カピバラの餌。カピバラよりでかいけど、じゃあまた大ヒント言うぞ。大ヒント聞けよ。動物園にはいない。ほらどうだどうだ。はい。あ、キツネよりでかいよ。はい。え、タヌキとネズミ。ブーブー。はい。どうぞ。わかんない。パンダは動物園だろうな。パンダじゃない。はい。だから動物園にはいない。動物園にはいない動物だぞ。ほら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 。はい。お前全部言うつもりやろ。キツネとタヌキはブー。違う。もっとでかい。はい。リースよりでかい。あれ？君たち絶対知ってる。はい。鹿よりでかい。はい。あ？シマウマ動物園だろ？はい。だ。はい。ペンギンは水族館。水族館にもいない。ちょっと待って。危ないぞ。徳の幼稚園20年来てるけど答え出なかったことはないよ今まで。だいぶ焦ってきました。そろそろ。はいはい。ハムスター。ハムスターよりでかい。はい。カメみたいな甲羅ない。はい。鶏の餌。飛ばないけど、鶏じゃないけど、だいぶ近づいてきたよ。近づいてきたよ。はい。豚近づいてきた。はい。じゃあこっちから。はい。近い。はい。下がった。はい。はい。あ、離れた。はい。鹿。離れた。
あー、さっきいいとこまで行ったのに、ひよこで終わってしまった。じゃあ、はい。え？ブブブ、猿じゃない、はい。泳がないって言ったよ。あ、はい、答え、はい。正解、よっしゃ、イエーイ。えらい、きめえらい。牛の餌だよ、牛の餌。なんでひよこ行っちゃうのよ。あ、お肉は、あ、じゃあ、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、俺、素焼きでいいか。はい、みんな、これ、牛肉。お肉大好きですか？ねえ、林さんも焼肉大好きで、ねえ、結構食べます。ねえ、あ、そしたらさ、これをさ、お肉大好きだからって、また毎日朝昼晩、朝昼晩、お肉ばっかり食べたら、どうなると思う？え？筋肉なる？太る？ねえ。はい。はい。じゃあこれ、林さん持っとると、体温が移るんで、はい。そうしたらさ、そう、太ったみたい、林さんちょっとメタボなんだけど、ね、健康にも悪いよね。ね、ところが、死んじゃったら危ないよね。だから、なんだけど、実は、ちょっとね、林さん、お役所さんしてると、ちょっと困ることがあって、みんなお肉ばっかり食べると、実は、この中に入ってるトウモロコシ。ね。トウモロコシが足りなくなって、林さんの田んぼ全部トウモロコシ畑。みんなの、徳野の園庭も全部トウモロコシ畑で、みんなのお庭も全部トウモロコシ畑にしないと、牛さんの餌足りなくなっちゃうのよ。ね。そうなったら大変だろ？そしたらさ、実は、この、さっきのちっちゃいお肉作るのに、牛さんどんだけ餌食べてたこんなに食べてんのよ。わかる？林さんちょっと、腰痛いからあんま持ちたくないんだけど、これ、こんなにたくさんお肉食べ、お肉じゃない、餌食べて、さっきのこれを食べて、ね、やっとあんだけのお肉になるのよ。ね、だから、みんなお肉ばっかり食べると、トウモロコシが足りなくなっちゃって、畑も全部、トウモロコシ畑になっちゃいます。だからね、林さん、そしたらお米作れなくて困るよね。ね、そしたらどうしてほしいかって言ったら、みんな、マスクしてるからできないけど、歯をニンってすると、お犬さんの歯が4本生えてます。ね、お犬さんの歯4本分でお肉食べて、前歯8本あるから、それでお野菜食べて、で、奥歯16本とか20本、大人になったら生えるから、それでご飯とかパンを食べてください。わかった？うん。お肉ばっかり食べてたら、ライオンさんみたいな歯になるよ。ですから、ね、お犬さんの歯4本分、お肉食べて、次お野菜も8本分食べて、次ご飯とかパンも16本、18、20本の奥歯でみんなで食べてください。そしたらみんな元気で健康になれるからね。わかりました？ねえ。はい、よかった。牛出てよかった。はい。三つ目の話が一番大事。今から出すお野菜を偽物と本物で分けます。偽物と本物。こっちの方がいいかな。いくぞ。じゃら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 。トマト、どっち本物？こっち、こっち。ん？こっち。こっちか。え？若干違う子がいる？こっち。どっち？こっち？こっち。こっちか。あ、よかった。若干違う子がいたけど。あ、これわかりやすい。玉ねぎ、どっち本物？こっち。こっちだよな。え、どっちだ、これ。あ、次もすぐわかる。めっちゃわかるぞ。人参。こっち？こっち？はい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 。あ、今度のやつね、どうかな。いくぞ。ブロッコリー。どうや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 どう。あ、濡れてる、バレたね。そしたらこっちが本物。はい、あ、これ結構難しいかも、結構難しいかも、ちょっと似てるもん。いくよ。じゃがいも。どうだ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 。土、こっちもなんか
ちょっとついてるような感じですけど、こっちが本物だよな。はい。さあ、最後。いくぞ。じゃら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 。はい、ピーマンどっちだどっち、あ、若干違う子がいるぞ。え、どっちどっち、あ、じゃあ、こっちだと思う人。はい、じゃあこっちだと思う人。何人かいるね。はい、実はこっちでした。はい、ねえ、はい、分けました。じゃあさ、食べれるのどっち？あ、本物食べれるんだよね。偽物食べたらどうなるの？死ぬ。死ぬ前に。つまる。の、詰まるね。ん？喉詰まっちゃうよね。ねえ、だから、食べられないんだな、こっちは。じゃあさ、でもさ、今日先生にお願いして、人参さんを細かく切って、チャーハンに入れてもらいます。ダメ？いい？ほんまか？ダメやね。チャーハンにこんなプラスチック入れたらダメやね。じゃあさ、みんなカレーライス好き？プラスチックのじゃがいも切って、カレーに入れたらどうなる？ブーブーか。そうなんだよね。ね、プラスチックは食べられないんだよな。で、本物は食べられるんだよね。ね、そうしたら、なぞなぞ。いくぞ。本物にあって、偽物にないものなんだ。はい、手あげて。はい。はい。土。はい、土もそう。はい。土だけ？はい、どうぞ。何？葉っぱ。さあね、葉っぱついてるよね、本物には。他？葉っぱと土だけ？はい、はい。太陽。まあそうやね。太陽でに、で育つよね。はい、はい。それだけ？本物に何入ってんの？はい。水。水も入ってる。はい、そう、こっちカラッカラ。はい。中身、そう、これ空っぽ。はい。中身だけなの？中身何入ってんの？中身何入ってんの？はい。種出た。種出たよ。ん？何？種と中身だけ？ん？わかんない？はい。はい。味。出た、味。そう、味があるよ、本物には。はい。身。中身。ね。それは、身と味だけ？水だけ？はい。空気がない。ピーマン空気入ってるよ。はい。ん？はい。美味しいよね、本物は。じゃあ、これ変えようか。トマト。トマトだ。はい。はい。はい。汁。はい。はい。どうぞ。種ね。種言ったよ。はいはい。え？種は多いけど、種分かってるよ。はい、どうぞ。皮もある。うん。うん？何？ね？あ、酸っぱいな。はい。どうぞ。わかんない？はい。はい。え？葉っぱは出たぞ、葉っぱは出たぞ。あれ？今んとこ汁とか、はい、はい。水は出てるよ。はい。あ、じゃあはい。君。お腹痛くなる。じゃあ、違う。はい、はい、じゃあ、はい。はい。どうぞ。はい。どうぞ。わかんない？はい。え？下手！中身！水！え？本物それだけかな？はい！あ？皮はだ！よし、行くぞ！パッパって答えるぞ！はい！木！はい、木はある！はい！汁！はい！しょっぱい！味はあるよ！他、え？味だけなのかな？はい、はい、はい！ちっちゃい種！種が！種！はい！柔らかい。あー、ちょっとまずいな。ヒント言うぞ。ねえ、種まで出た。水分まで出た。中身も出た。ねえ、味も出たけど、種巻くとどうなる？はあ、それはなんでかな？はい。一つ目のヒントやぞ。
種植えたら育つよね。なんでかな。何が入ってんだよ。はい、君だ。後ろにお母さんしかいない。分かんない。あ、味じゃないよ、味じゃないよ。何が入ってんの。はい、え、種はたくさん入ってて、種まくと育つのは何か入ってんだよ。はい、トマトは入ってるよ。トマトは入ってるよ。はい、はい、君、え、おいしい。味じゃないよ、味も入ってんだけど。はい、栄養、栄養きたよ。栄養があって種まくと育つんだけど、まだ大事なものが欠けてる。はい、どうぞ。根っこ生えるのはなんでかな。プラスチックのトマト植えても根っこ出ない。はい、水、水は必要。はい、どうぞ。あ、分かった。はい、分かった。はい、分かったって。はい、どうぞ。味があるかな。味じゃないんだよね。はい、味、はいはい、味じゃないんだな。はい、土、土じゃないんだな。はい、はい、失敗。甘酸っぱい。味じゃないよ。はい、はい、太陽は必要だけど、大事なもんが入ってる。はい、え、ん、大きくなるのはなんでかな。あー、そうしたらさ、超超大ヒント言うよ。じゃあちょっと待って、聞いて。超大ヒント。本物にあって偽物にないもので、これは林さんも1個だけ持ってる。みんなも1個だけ持ってる。お母さん方、お父さん方も1個持ってる。はい、はい、その1個は何でしょうか。種。はい、種じゃない。はい、種じゃない。はい、違う。はい、え、え、僕から起きなくて命、命です。正解。はい、そうなんだよ。みんな本物には命があるから食べられるのよ。ね、プラスチックには命ないから食べたら死んじゃうよね。ね、だからみんなご飯食べるときなんて言ってますか。あれはね、命をいただいてありがとうございますという感謝の言葉です。ね、だからこれからみんなご飯を食べるときはね、命に感謝してご飯を食べてください。はい、林さんのお話はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、危なかった。林さんから3つのお話を聞きました。みんなができることはたくさんあるよね。季節のものを食べるとか、命を食べるときに元気にいただきますよ。はい、じゃあ林さんの顔見てもう一回お聞きください。はい、どういたしまして、今度お餅つきだね。はい、ちょっと待ってね。はい、今からもう一回今度お母さん、お母さんの方だけで林さんの話あっという間ですね。今度はまたお母さんたちの方に受けて。じゃあこれでいいですよ、これでいいですよ。大丈夫ですか。あ、大丈夫、顔は映さってない、大丈夫です。はい、じゃあまたお願いします。じゃあ改めておはようございます。面白いよね。3つお話してるんですけど、1個目の話って実は中国のことわざでね、神道富士という言葉があるんです。これ、体と土は2つであらず、要するに体は土からできているということなんですね。みんなちょっと頭にクエスチョンマーク出てますね。はい、みんなが食べてるお野菜は土から出て、それを食べてるじゃないですか。だからあれは土の栄養を食べてる。じゃあ肉はどうなんですか。間接的に牛さんが草食べたり、さっきの餌食べて、それが体に入って食べてるから、やっぱり土を食べてるんですよね。だから実はこれは
4里四方、今で言ったら16キロ四方のものを食べていれば人間は幸せで健康で生きていけれるということわざなんですよ。要するに地物を食べなさい、旬のものを食べなさいという意味なんですよね。今16キロ四方のものを食べて生活できる人はもう1000人ぐらいですわ、ね、で、まあこれをみんな今日本の状況に合わせると国産品と思ってください、ね、そうすると自動的にさっき言った子供たちに言った空中のお野菜は夏、これは体を冷やしてくれる冷野菜です、ね、で地面の中のお野菜は冬取れて、これは体を温めてくれる温野菜ですね。というふうに自動的に旬がうまく分かれてるんですよね。でスーパーでなるべく買うときは夏はまあこういう冷野菜、これから寒くなるので根野菜ね、地面の中の野菜とかでやっていくと。で実はこの最近僕こうやって食育授業やってますけど、林さん冬なんでトマトとかキュウリ手に入りませんって言われたこと一回もありません、ね、冬でも夏野菜がじゃんじゃん手に入ります。でもね栄養価はね本当5分の1とか下手したら10分の1の野菜もあるんですよ。旬の野菜はものすごく栄養価高いんだけど旬を外すとやっぱり栄養価低いです、ね、ですから旬のものを食べていただきたいということで最近楽しみにしてるのがこの旬の野菜を使ったおかずを子供たちに聞くんですよね。これ何にするかしたらあの徳の幼稚園のご家庭をの食卓をこう垣間見とるわけやね。結局何を食べてるんやろねと思って。で徳の幼稚園はそんなことない、いろんなお野菜あのおかずの名前が出ましたよね。ところがね時々全くおかずの名前が出てこない幼稚園とかの時もあるんですよ。なんでかって言ったらね、よく考えるとコンビニから買ってきたとかスーパーで買ってきたお惣菜をポンと渡してそのまま黙って食べてるんでしょうね。ところが子供何食べてるか分かんないじゃないですか。でもさっきいろんな、メニューあのおかずの名前が出たってことは食卓で、あ、今日の肉詰めのピーマン美味しいよねとかさ、今日の味噌汁美味しいよねとか、そういう会話をしながらやってるから子供たちは自然にあのおかずの名前を覚えていくんですよね。ですからそういうことがとっても大事で、で旬の野菜を選んで食べてもらえれば本当に健康で健やかな子供たちが育つんじゃないかと思った、そういうお話です。これね、これが1個目。で2個目、牛肉のさっきのお話ですけど、実は牛肉1キロを作るのに餌が枝肉ベースで10キロ必要です、ね、で豚さん、豚肉1キロ、あ、1キロね、1キロ作るのに餌6キロいります。で鶏さん1キロで餌4キロ、これ見たら分かりますよね。スーパーでの値段の差って餌の量の差なんですよ、ね、で徳野のご家庭で普段食べている近江牛、松坂牛、ね、あの辺は13キロ食ってる牛さん、高いわけです。ところが林家みたいな庶民は、ね、こんな高級肉ばっかり食べれるわけじゃありません、ね、ですから安いの欲しいな。で畜産業界も経営が厳しゅうございます、ね、ですからこれ10キロの餌じゃなくて9キロで1キロに育ったらいいよなと思ってたら魔法の餌があった。それは肉コップ、肉の骨の粉と書きます。これは牛さんでも食べられない脳髄とか脊髄とかの部分を取り出して粉にして食べさせるんですよ、あの商品並ぶ部分でね。そしたら肉太るんですよ。要するに共食いさせると太るんですよね。こんな便利な餌があると思って使ったらどうなったかって言ったら狂牛病っていう病気、まあ英語で言ったら BSE 病気になっちゃったんですね。ですからこれを使っちゃダメですね。ところがあの20年ほど前にこの狂牛病 BSE が発生したことがありますね。でその時は日本の畜産農家は全部全頭検査しました。全部検査、狂牛病の検査した。
ところがアメリカに至っては政治的な話で結局何歳から何歳の牛をこんだけ検査しますっていう形で検査だったんですね。でオーストラリアとかタスマニアとかあの辺は狂牛病が発生してないっていう前提の話だったんですね。でそれもまたスーパーで値段の差になってますね。一番高いのが国産、次王子タスマニアのお肉で、次一番安いのがアメリカ産ですよね。ところがアメリカ産は今狂牛病は収束してますけど、あの人たちは日本の国民の生命安全は全く担保してくれませんね。時々前狂牛病で大騒ぎしてる時にニュースがあったんですけど、間違えて脊髄とか脳髄のが商品で届いたりするんでしょうね。誰かがアマゾンで取り寄せたんかもしれないけどね。だからそういうことが起きるんで、僕PTA の役員をずっとしてた時に、野々市の給食センターの諮問委員にもなっていたので、野々市の給食では絶対に国産のお肉以外は使わないでくださいって申し送りしてあります。今もそれは守ってやってくださってると思うんですけど、もうそういうことをしないと子どもたちの安全を担保できない、ね、保証できないような時代になってきてるなと思って、ですからなるべく皆さん お子さんには国産の牛肉とか、ね、豚肉とかを食べさせてあげてください。まあ後ろにいるパパとか私のぐらいの おっさんになってしまうと、まあもうどうでもいいんで、アメリカ産でも何でもいいし食べさせておけばいいんですけど、お子さんにはいいものを食べさせてやってほしいなというふうに思っています。で BSE ってこれ聞いただけでもピンとこないね。なんか狂牛病怖い病気やねって。でね、最近こういうハイカラな言葉がいろいろと先走ってて、皆さんがスーパーで目にする言葉で多いのが遺伝子組み換え大豆ってありますよね。遺伝子組み換え大豆の意味知ってる人いますか？知ってる方もいると思うんですけど、ほとんどの方が知らないですね。なんでかって言ったら、こんな遺伝子組み換え大豆って書いてあっても分かんない。ところが遺伝子組み換え大豆の本当の意味は、林農産でも大豆作ってます。子供たちの野々市の給食センターに出荷してるんですけど、大豆がこうやって葉っぱできます。で鞘がこうやってなるんですよね。枝豆ができます最初に。でこれを葉っぱが枯れ落ちたら機械で刈るんですけど、ところが余計なもんも生えます。この辺にこう草が生えるんですよね。で草が生えると機械詰まったり緑色の汁が大豆についたりして、で枯れないんですよね。ですからうちは全部草刈り機とか人間の手で抜いたりしてやっています。ところがアメリカなんかのあんなでっかいところで大豆作ってて、こんな草刈り草取りなんかやってられないでしょ。でどうするかって言ったら、この上に除草剤をバサッと撒くんですよ。その名前がホームセンターで売ってますラウンドアップという除草剤ね。ラウンドアップという除草剤バサッとかけるんですよ。そしたら当然草枯れますよね。たら普通大豆も枯れるはずなんですけど、この大豆に種にラウンドアップかかっても枯れないようにという遺伝子を組み込んであるんですよ。だから遺伝子組み換え大豆って書いたら分かんないけど、あれ除草剤まみれの大豆って書けばはっきり分かるよね。だから除草剤まみれの農薬まみれの大豆だから、これにバサーってかけて全部枯らした挙句にこの大豆を刈るわけですからね。ところが日本では幸いのことにこの遺伝子組み換え大豆を直接輸入することはありません。法律で守られてるんですけど、ただグレーゾーンがあって、それは大豆油これは日本に輸入され、大豆の、シェアでいうと大体 5% ぐらいが国産品なんですけど、あとの 95% は輸入で、そのうちの大部分が何になってるかというと大豆油になってるんです。で、なんで油か、大豆油なんかっていうと、米ぬか油とか菜種油とかごま油とかってありますけど、その油の中でも一番安いんですよね。ですから使われるんですけど、どうもこれに遺伝子組み換え大豆が混じってるかもしれないということで、ちょっとやっぱり危険性があるんですけど、これがまだ安い大豆なので、どこで使われているかって言ったら、我々が普段スーパーとかに行って買う惣菜とか、あとスナック菓子に結構これが大量に使われてるんですね。で、ところが
表示スナック菓子でも表示見たら分かります。カルビーさんには米ぬか油とか米油、菜種油って書いてあります。ですから本当にお菓子とかスナック菓子にしてもやっぱりちゃんと選んで表示見て買われると、その遺伝子組み換え大豆のいわゆる除草剤まみれの大豆からはみんなを守れるんじゃないか。だからちょっとした知恵があるかどうかで随分変わってきますんで、皆さんぜひ表示の裏を見てやってみてください。まあ徳根さんとこ の保護者の ご家庭では大体菜種油かごま油か甘乳か、まあ、そういうやつを使ってらっしゃると思うんで問題ないと思うんですけど、やっぱ油はやっぱ選んだ方がいいのかなって。でこれが2つ目で、3つ目、まさかプラスチックの野菜をチャーハンにしたりカレーには入れないと思うんですけど、実はねあれに近いことを我々やってるんですね。こういう命のメーター、命のメーターで、これ命がある、こっちがなし。我々結構この辺のものも食べてるんですよね。それはどういうことかって言ったら、命があるもののもう一つ決定的な違い、腐る、腐ります。これ腐らない。トイザラスでもう10年前に買った野菜のプラスチックのおもちゃ、まあ、まだキトキトですよね。でも本物はすぐ腐っちゃいますね。でそんな腐ったものは食べないと思うんですけど、結構この辺のものを食べてる。これはどういうことかって言ったら、防腐剤を使ったものが結局ここに当たるんですね。腐らないように無理やりしてるわけね。でこの防腐剤の名前が有名なのがソルビン酸ナトリウムっていう名前のもので、最近短縮表示でもうソルビンすごいのはここ NA しか書いてないね、なんのこっちゃみたいなね。でこれは防腐剤です。まあ食品業界も大変ですね、腐って持ったら困る。うちの話違うけど、うちのこの鏡餅にはわさび突き込んであります。ね、かびると皆さん嫌がるんで、ちょっと辛くてもいいからっていうので、もうわさび入れて30年。ね、皆さん、辛くてもかびない方がいいってことでわさび入れて、売ってるんですけど、やっぱり食品業界でカビとか腐る、ね、腐敗っていうのはすごい問題で、こういうソルビン酸防腐剤を入れてるんですけど、こいつが実は、亜鉛という、金属に、体の中にある亜鉛っていう金属に仲が良くて、食べるとおしっこで出ちゃうんですね、一緒にこいつが。だから亜鉛という物質は、例えば老人施設でおじいちゃんが床ずれできたら、亜鉛がたくさん入ってる植物ってのは小豆なんですよね。小豆ゼリーとかたくさん食べさせるとこの亜鉛がこう傷を治してくれるんですよね。ね、でそういう修復能力があったり、でもう一つ大事な機能が、舌の味を脳みそに伝える物質なんですよね。だから防腐剤がいっぱい入ったものばっかり食べて亜鉛が不足すると味覚障害になりますね、味がしなくなりますね。ですからなるべくこういうのを入ってないやつを選べばいいんですけどね、最近コンビニなんか行っておにぎり見ても添加剤なし、無添加ですとかっていろいろ書いたものが出てますね。ですからそういうものを皆さんが選べばどん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 いいものが増えてくるんですよね。でまたね、最近食品業界も知恵出してきて、お弁当、最近イベントがないからお弁当がね食べる機会はないと思うんですけど、まあ駅弁とか買うとこの弁当の上に薄いプラスチック瓶、薄いシートがかかってます、透明なね、なんじゃこれ邪魔ってピッて捨ててると思うんですけど、実は時々この隅っこに見るとわさオーロっていう商品名が書いてある時あります。で、このわさオーロっていうのは実はさっき僕言った鏡餅にわさびを漬け込んだりお寿司にわさびが入ってたりというのと一緒で、O157 とか腐敗に強いんですよね。で、そのわさびの成分、わさオーロっていう成分を抽出したものをこの薄いビニールに塗ってあるんですよね。それでみんな食品業界はこういう防腐剤を減らしながら一生懸命やってるんですよね。ですから今度本当お弁当買った時にビニールあったらピッと捨てずにちょっと隅っこ見てみてください。もしかしたらこのわさおろっていう商品名が書いてある時もありますんで、あ、ここのお弁当屋さんはいろいろ工夫されてるなと思っていただければと思いますね。ということで、なるべくこういうものが入ってないものを選ぶという買い物の行動は
実は選挙と一緒です。皆さん毎日スーパー行ったりコンビニ行って投票活動してると一緒ですんで、ぜひ清き一票を本当一生懸命作ってるそういう食品メーカーのものを買っていただく。で、実はこのこういう話しているときに、今から7、8年前にうちの おばあちゃんが90いくつで亡くなったんですよね。そしたら葬儀屋さんの人が来て何て言ったかって言ったら、送り人呼びますかって言うんですね。送り人、要するに、ね、納棺師、東日本大震災ですごく傷んだ死体をね、亡きがらをすごくきれいにして皆さんに感謝されたってあの人たちなんですが、いやそんなハイカラな人いいですって最初断ってたんですけど、おばあちゃん10年ぐらい寝たきりで体曲がってるし口は開いてたんで、これ伸ばして口閉じたらいいんじゃないですかって言ったら、じゃあお願いしますって言ったら、あの年の子は皆さんと同じぐらいの女性の方が一人来ました。でその方がね、おばあちゃんをマッサージしながらやってったらね、みるみるうちに生前の尊厳が蘇ってくれんね。ってそれを見たうちの母親が、私が死んだらすぐ呼べって言ったぐらいのすごい能力を持ってる方で、ところがそのマッサージなら送り人の方がね、ぼそっと独り言言うんですよね。最近の死体腐りにくいんです。わかります？要するに私を含めてね、現代人は知らず知らずにあの防腐剤成分を体に取り組んどるよね。なあ、きっと僕なんか1週間ぐらいキトキトやと思いますね。ですからそういうこともあって、なるべくあのこういうものを食べないようにということなんですが、実はね、日本には平成17年に食育基本法、基本法という法律ができました、ね、これが実はこういう法律って世界に1個しかないんです。アメリカにもあの食の大国フランスにもない。なんでかって言ったら、こういう食育の法律作ってもらったら困るメーカーがいっぱいおるわけですよ。ですからそのメーカーがロビーストって言って政治家使って法律出ようと思ったら全部潰されるんですね。ですから日本はあのこれ小泉内閣の時できた法律ですけど、これは世界に1個しかない法律です。でこれに今子供たちも我々も守られてます。であの小学校行ったら朝飯食べてますかとか、いろんな調査があったりとかアンケートがあったり、保健センターでいろんなあのセミナーがあったりするのは全部これに基づいてます。で実は僕もこの法律ができてから、それまだただあの変なことを喋ってるおじさんだったのが、今あのこれの保健センターの事業で野々市の幼稚園を全部回ってます。巡回でこの事業をやっています。ですからそういう意味で言うとすごくこの法律によって日本人は守られています。で守られてないアメリカどうなってるかって言ったら、すごいメタボ率ね、もう60%、70% ってもうみんなこんな大きい人ばっかでしょ。ですからもう食の知識が全然ない。で台所を覗くと、お母さんが、あ、いや台所を覗くとピザの空き箱とか冷凍の箱でいっぱいになってるうちとかあるんですけど、でお母さんが料理できないんじゃない、おばあちゃんがもう料理できないんですよ。ですからね、完全に食文化が途切れてるんですよね。ですからあの食べ物は全部そういうものばっかり食べてって、もうどんどん大きくなってる。だからこういう法律に守られながら我々はこれから子どもたちと一緒にあの健やかな、ね、成長を願ってやっていきたいと思っています。で最後に野々市市では毎月第1水曜日かな、ノーテレビのゲームでっていうのがあります。この日はテレビ消してゲームをやめて家族みんなでワーキーアイアーと食事しようっていう日なんですけど、その日の子供たちの連絡帳には昨日お父さんのこんな話した、お母さんのこんな話したっていうかいっぱい書いてあるそうです。ってことは普段一体どんな食事やってるのかなと思うんですけど、ですからテレビを消してゲームをやめて子供たちと会話することによって、あの非常に健康と、ね、健やかな精神を育てるんですけど、実はね10年ほど前にあの、引きこもりの方を救おうというテレビ番組があって見てたんですよ。東日本大震災で260人ぐらいの引きこもりの方が亡くなったんですけど、それと同じ人数の保護者も一緒に死んでるんですよ。子供逃げないから親も逃げられないですよね。でそういう悲劇をやってるんですけど、そのテレビ番組の食事風景見てびっくりしました。
50インチのテレビ、まあ、当時はでっかいですね。ここに食卓があって、家族がいて、その子がいましたね。みんな無言でテレビを見ながら食べてるんですよ ね。ですから、まあ、これが原因じゃない、原因であるかどうか分かりませんけど、ね、そういう引きこもりの子とかいう、ね、こう作らないためにも、家庭ではみんなでワイワイお話ししながら楽しく食事をしていただけたら、いいんじゃないかと思っています。これで私のお話は終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。YouTube の収益金はいくらですかとか。ね、俺ここで喋っとってもわずかこんだけだけど、やっぱ動画に上げて、で徳野先生も協力してくれて、まあ、よその幼稚園に行ったら全く子供の顔映しちゃダメっていうところもやっぱりあって、なかなか難しいんですけど、やっぱりこれどんどん広めていかないと、で全国的な運動になればなと思って一生懸命やってるんで、収益金のためじゃないんで、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、場も温まったところで質問いただければ。遺伝子組み換え、遺伝子組み換え大豆使ってますって書いてある？書いてあるのを、うん、入ってるんかもしれんね。そしたら粒では輸入ダメみたいやけど、何らかの形で入っとるんじゃない？うん、やばいね。どうぞ。豆腐とか納豆とか加工されてる大豆とかって大丈夫？粒には入ってないし、豆腐には遺伝子組み換え大豆を使ってませんって明記してある。だって豆腐作る時には、粒からスタートなんで、粒では遺伝子組み換えは法律上は輸入されないようになってるはずです。うん、そこは大丈夫です。うん、なんかさっき言った醤油だったり油だったりって、なんか形でなくなってる場合はちょっと危ないのかな。グレーゾーンだそうです。うん、じゃあ大丈夫ですかね。はい、皆さん今日からやっぱ裏見たりしてね、いろんな形で少し早めに買い物行っていただいて、いろんなところで調べていただいて。裏ばっか見とる人。割引シールばっか見とったらダメよ。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、林農産の皆さんへ、いつもお米を育ててくれてありがとうございます。稲刈りや脱穀楽しかったです。
お餅つきよろしくお願いします。これからもお仕事頑張ってくださいね。特に幼稚園年長組より、はい、ありがとう、イエーイ、あっち見て、イエーイ、イエーイ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。